です。はい、こんにちは、直之です。今回は宮崎県にある宮崎国際ゴルフクラブでラウンドをしてきました。まずは、霧島コースの1番ホールから。575ヤードのロングホールになってます。ティーショットは打ち下ろしで、そこから右ドッグレッグしていくロングホールになっています。狙いとしては右の山、裾あたり、斜面の下あたりを狙ってティーショットをしていきます。若干プッシュ気味ですね。ちょっと右の方に打ち出していったんですが、まあ、キックして下の方まで、斜面の下の方まで降りてきてるショットでした。ちょっと右に押し出したような感じでした。このホールは結構長いホールで、この距離からまだ300ヤードぐらい距離が残ってました。で、つま先上がりの、ライからっていうところで、左が OB で、ちょっとグリーンの手前がせり出してちょっと狭くなっているので、セーフティーにここはユーティリティで、右サイドを狙っていくというようなショットです。かなりショットとしては薄い当たりというか、全然当たってないショットだったんですが、まあ、ここはとりあえずフェアウェイに落とせたので OK というところでした。で、ここからちょうど104ヤードピンまで104ヤードのところからショットしていきます。まあ、風は若干フォロー目だったので、ここは50度のフルショットでちょうどいい距離感かなというところで50度を選択しております。当たりとしてはこれ結構そんなに悪くない当たりで、グリーンの左サイドに、オンすることができました。バーディーパット、まあ今リボットを直しているところに落ちて、まあ、少し転がってこの位置に来ているというところで、縦の距離感は非常に良かったかなというショットです。そしてこのバーディーパット、まあ、若干のスライスラインになってます。よし、これが入っちゃうんですね。自分でもびっくりのパットでした。何回見ても気持ちいいですね。まあ、このホールバーディーで非常に幸先のいいスタートが切れました。はい、続いては2番ホール420ヤードのパー4。まあ、表記は420ヤードなんですが、今日はだいぶティーが手前でしたので、おそらく360ヤードぐらいの、ミドルホールになってます。まあ、ここは両サイド OB になってますので、まあ、しっかりフェアウェイセンターを狙っていきます。うん、これはナイスショットですね。完璧です。右から若干ドローでフェアウェイセンターに置くことができました。残りが107ヤードのセカンドショット。ここも風はフォロー目だったので、50度のフルショットでちょうどいいかなというところでクラブ選択をしております。ラインも、ポジションもすごくいいところからのセカンドショットです。左に引っ張った感じはありましたが、まあ、距離はいい感じでした。ここですね、若干グリーンをこぼれてましたが、まあ、ここからのバーディーパット、まあ、ここは薄いラフなのでパターで寄せに行きます。一つ寄せたかったところでしたね。打ち切れず若干ショート。
はまあ50センチぐらいのパーパットですね。若干スライスかなっていうぐらいのラインです。ここはナイスパットですね、はい、ここはパーでうまくしのげました。3番ホールは165ヤードのショートホール、打ち上げの実測入れて今日のピンの位置は157ヤードでした、まあ、若干フォローもあったのでここは8番のフルショットで届くかなと思って8番を選択しております。これは完全に引っ掛けてしまいましたね。うわ難しいね、まあ、運よくバンカーには入らなかったんですけどバンカー左の斜面のところに止まってしまいました。ここに止まってます。強烈なつま先下がりからのアプローチで落ちてからのグリーンに落ちてからの距離もないのでかなり難易度の高いアプローチでした。ここはうまく打ったんですが、まあ、グリーンには止まらず奥の方までこぼれていってしまったというアプローチでした。ここですね、まあ、バンカー越えのアプローチでバンカー越えてからピンまでの距離も短いというところで、まあ、ここにこぼれてしまうのはまあしょうがないというところで、まあ、うまく打ったアプローチだったかなと思います。で外のラフからなんですけどここもパターで寄せに行きます。フックラインですね。これが打ちすぎてしまったんですね。距離感が全然合ってないです。大オーバーしてしまってこの返しのボギーパットも1メーターちょっとぐらいあるパットになってしまったので今のファーストパットは良くなかったですね。そしてこれも外してしまってまた微妙な距離がこれも残ると今のパットもラインは悪くなかったんですが強さですね。若干もうちょっとジャストタッチいっとけば多分入ってたかなっていうパットでしたね、まあ、ここはしっかり決めてこのホールダボと。もったいなかったですね。このホールボギーで収めたかったところでした。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。次回は、4番ホールから6番ホールの、模様をお送りしたいと思います。また次回もぜひ見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。